みなさんこんばんは。こんばんは。さあ、8月25日木曜日、情報ザリガニ柳家でございます。本日のコメンテーターは戸塚音羽さんです。よろしくお願いします。はい、それでは今週の気になるトピックス見ていきましょう。こちら、ん、ドリカム、うん、ほう、ポケモン、ポケモン、ポケモン、ソニック、ソニック、ドリカム、ドリカム、どういうことなんでしょうか。はい、じゃあお願いします。はい、現在、公開中の映画ソニック・ザ・ムービー、ソニック VS ナックルズの日本版主題歌でもある、うん、ドリームカムトゥルーの新曲、アップオンザグリーンヒルフロムソニックズヘッジオークグリーンヒルゾーンが先週17日に リリースされました。パッケージにはオリジナルボードゲームアップオンザグリーンヒルゲームが付属。こちらはサイコロを振ってライブ会場を目指すという内容で、大人も子供も一緒に楽しめる内容となっています。というわけでこちらがそちらの CD です。おー、すごい。ちょっと光っちゃうかな、かわいい、かわいい。パッケージがすでに一緒にこの中にこうやってそのコマ、あ、ちゃんとコマがあって、はいはいはい、でサイコロに、ね、青だね、サイコロもあって、でこのこちらで遊ぶと。楽しそう。これを なので皆さんも、あ、ドリームズ、ごめんなさい、ドリームズカムトゥルーでした、ごめんなさい。こちら皆さんの前にも同じものをすごろく、そんなせえへんからね、用意していただいているんですけれども、まずね、この2つのキャラクターが、まあ、バーチャルのキャラクターなんですけれども、マサドとミワスコさんっていう名前でやってるそうです。なんて、マサド、うん、あとミワスコさん、どういうことあの、美和さんが、吉田さんが美和子さん、あ、なるほど、あ、吉田美和か、で中村さんが、マサと、マサ、マサヒトさんだからかな、ね、で、あとソニックがいて、スゴロクをやっていきます。で、この付録がついた、なんかこう、経緯がなんか吉田さんがつけたらどうだろうって言ったらなんかボードゲーム仕様のやつを作ってくださったらしくて、でこのすごろく内容、なんかご本人たちの体験が書いてあるそうなんですよ。おう、なんか骨折とか、ネットサーフィンしすぎて剥離骨折って、これ本当の話らしいんですよ。話からちょっとまだ言えます。あ、そうか、本当かもしれない話。めっちゃ気になりますね。めっちゃ気になる。ネットサーフィンしすぎて剥離骨折って、もう全然どういうこと私これここ泊まりたい。ラブラブラブを全員で熱唱する。楽しそう。これ楽しそう。ここ泊まりたい、ね、すごいね。マイクを忘れる。スタートに戻る。すごいね。ラブラブラブをみんなで熱唱するんだけど、ね、どうしてから始まるって言ってもいいよね。そっから始めるのか。最初から始めるの。ラブラブからじゃないんだ。そうそう。みんなで歌を言われてんのね。ねえ、どうして、何も言わずに付き合ってくれてサンキューもありますよ。なるほど、うん、面白いこれ。愛してるのサインを受け取る面白い、ね、あの5回点滅、ね、5回点滅とヘルメット5回ね。あ、ヘルメット5回か。そうそうそう、5マス進むっちゅうとこがええかな、これね。確かに。あ、そういう感じか。愛してるって5マス進む、ね、楽しそう。じゃあ愛してるで、で温泉入って1回休みになるかな、これな。どうなしたらいいの。あ、面白いね。靴が脱げた、吉田さんの靴が脱げたことがあるんですかね。あるんじゃない。そんな、まさ、え、中村さんがベースを忘れるスタートに戻る。そう、そうなんだ。ほら、そんなことあんの。あるらしいです。ベース忘れて現地で気づいたんですかね。っていうのはなんか、まあ、あのレコーディングとか。わー、大変だ。ハンバーガーを食べ過ぎて動けなくなる、一回休み。そんなこともあったのかな。そうそう、だからそう、俺ドリカムのライブのキャラクターの声やったことあって、でなんか中村さんと一緒に、あ、いいね、それでお願いしますとか言って声入れたわ、そういえば。すごい、すごいですね。なんか大阪弁の
人が標準語喋ってるみたいなキャラが欲しかったみたいな、うん、なかなかゴールにたどり着けなさそうな内容になっておりますね。まあでもこのドリカムファンなら、うんうん、ね、たまらないこといろいろあるんだよね。犬を飼い始めるとか、うん、バーチャルキャラにまでなってたの初めて知りました。結構ね、いろいろ面白いキャラで、なんかライブの妖精みたいなもずっといてたりとか、結構ドリカムさんいろんな遊び結構やっておりますからね。はい、ということでございまして、この辺もね、合わせて楽しんでいただければと思います。はい、はい、じゃあ次のトピックス参りましょう。はい、現地時間21日イギリスロンドンで開催されたポケモンバトルの世界大会ポケモンワールドチャンピオンシップス2022の閉会式にて、来年のポケモンワールドチャンピオンシップス2023は、うん、横浜で開催されることが発表されました。やったい、世界大会が日本で開催されるのは史上初とのことです。音橋やったね。いや、これがあるから私来年まで元気に生きてられるなっていや本当にめっちゃ嬉しいです。ちなみにじゃあもう何参加するの？え、もちろん見に行きたいなと。あ、見に行くのね。あの選手としては参加してないの？いやいやいや、そんなおこがましいことは言わないですよ。やってみようよ、やってみようよ。めっちゃ嬉しいかもしれないじゃん。に日本で作られたもんやのに、日本ではやってなかったもんね。史上初なんですよね。すごい盛り上がりそうですよね。え、どういうかこの、あ、でもユノポケモンユナイトとか行けるんじゃないの？元々。いや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 、でもユナイト皆さんでやったことをゲッチャであるから、うん、みんなで来年見ましょう。見る？でもすぐ日本大会に日本時間になるからやりやすいね。うん。楽しみ。え、大会見に行こうって言ってんの？はい、一緒に。え、はい。あら、ちょっと成長してるの、音橋が一緒に見に行こうやって。確かに。ちなみに今ちょっとさらっと流したけど。確かに確かに。いつやるかわかんないですよ、また次。あの9月17日土曜日と18日にパシフィコ横浜で開催される、うん、そうです。合ってる？予選がね。もう始まるんですよね、予選が来年に向けて。ああ、この9月ってこと？この9月です。この9月です。来月ってことね。今年の9月です。すごい。どれが一番白熱する音はずは。私はやっぱりこう一番やってる時間が長いのはポケモンユナイトなので、うん、ポケモンユナイトなんですけど、でもやっぱりソードシールドとかはやっぱ見てて、ポケモンってもうみんな通ってるので、うん、私ぐらいの世代の方は、うん、めっちゃ盛り上がるし、ポケカはあの結構選手がすごいもう胸熱な戦いを今回もめちゃめちゃしてて、まあ、言うなればもう全部です、全部。いや、これだけどポケモン GO って何するの？確かにポケモン GO って何できそうですか？何、自分がどんだけ持ってるか。持ってるも同士なのかな。あのあれ、戦う場所でやるやつじゃないの？プレイヤー同士の対戦できるの？プレイヤー同士対戦できるの？あるの？そんななんでだ今ポケモン GO。 ポケモン GO すごいよ。だってうちの家の近所の公園絶対誰かおるもん。私の実感とかもすごい。ほんま、うちのお父さんもすごいハマってたんで、もしかしたら出るかもしれない。じゃあもしかしたら来年。来年しか出るかもしれない。俺一回お台場で後輩に柳原さん一周してくださいって言われたことある。なんでお前のために俺一周せる。もっとゆっくりゆっくりお願いします、ゆっくりお願いします。あ、今の郵便局戻ってください。知るかー。面白い。サルさんがポケカは日本人が準優勝だったからね。すごいポケモンカードゲームの部門すごい盛り上がってて、ツイッターとかでもツイートすっごい数流れてきたりとかしたんですよ。だからもう来年やばいんですよね。今年がもうこれぐらいの盛り上がりなんで、来年はもう横浜がもう揺れますよ。縦浜になるやん。確かに縦浜は横浜で、縦浜横浜やね。清水明みたいな人だ。なるほど、すごい楽しみだね。だからちょっとある程度覚悟しとかなあかんな、この横浜の盛り上がり。いや、そうだね、絶対行きましょうね。行こう行こう。本当に？え、絶対に行きましょう。え、ゲッチャで、私今ここで仕事を獲得しようとしてるんですから。ゲッチャで、ゲッチャで行きますよ皆さん。完全にゲッチャが取ったいい席で見たい。そうなんかプライベートカーに誘われてると思って嬉しかったの。お願い。そうか。逆の奥やったな。恐
しいわもうほんまにさすがですな。はい、ということでございましてね、いろいろと楽しみにしてまいりましょう、うん、以上柳屋でございました。